はい、今どこにいるかというと京都府の亀岡市にいます。京都市からね、こちらの亀岡の方に住んできたんですけど、京都市はね、もうほんと50、60回訪れてるんだけど、亀岡初めてですね。通ること、昨日通ったかな、本当初めてです。で、今、このところ国道9号線を、ね、走っていて、舞鶴とか福知山の方面に向かって走ってるところです。喫茶店ピノキオ、これ懐かしいな。新世界で大阪でね、モデル利用したんだけど、こっちにできて、ね、最近結構増えてるという喫茶店のチェーンですね。で、今、この道、国道もね、兵庫県の方面に向かって進んでます。人口でいうと大体8万5000人ぐらいですね、亀岡ということで。まあ、ここ最近少しだけちょっと人口減ってるんだけど、戦後はずっとね、右肩上がりで人口増えてたところです。かつて明智光秀ね、明智光秀が安土桃山時代ですね、お城をね、亀岡のね、お城を建てたわけですけど、その中でね、知られてるところです。亀岡のお城を建てて城下町として形成して、そこからまあ、大きくなっていった感じですね。で、駅がね、ここの方、右に行くと駅の方面に行ける感じです。今日は曇ってます。さっき晴れてたら、晴れていきなり曇ってきたりとか、まあ、天気が変わりやすいですね。梅雨ですから、結構変わりやすいなって感じがします。今日は、令和4年、西暦2022年の6月の21日、水曜日ですね。お昼12時33分。一応これ国道沿いなんでね、結構店ありますね。より速い経路が見つかりました。59分都市谷川一級河川なんだね。1級2級という、まあ、建設会社の、ね、関係の方から聞いてるんだけど、1級じゃ、まあ、2級は大体支流とかなんでね、1級じゃそのまま、まあ、本流っていうか、まあ、小さい川でもない1級河川だ。結構信号長いですね。複雑なここの交差点ですね。交差点中がこっちが今 T 字路で、その先が交差点になってるのか。これレッカーか、赤いやってるのね。なんか新しいよね、この色のやつか。で、今のが、矢田口。
ちょっと俺の気になるんだ。で、これ左6号線があって、高槻の方ね、高槻の方行きます。大阪のね、下湯田。この先、一般道、道の駅があります。この先、一般道、警察署があります。松屋が結構ね、最近こっちの関西もよく進出してきてるんだなって感じしますね。松屋かなり店舗増えてますよね。枚数まで85キロ、福知山まで64キロです。チェックポイントに接近、ご注意ください。この先、一般道、事故多発エリアです。この付近、一般道、消防署があります。心配ですと、心配ですよね。で、京都府の亀岡の総合庁舎がそこの信号を左行ったと思いますね。左側がちょっと